はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。バン、はい、出ました、ドラゴンボール超戦士シールウェハース。はい、こちらのね最新弾、もう見てわかる通りね、劇場版のやつが入ってますね。スーパーヒーローの究極を超えしもの。はい、こちら全何種だ、20個入りなんですよね、ボックスで全32種。はい、32種入ってないけど32種類のうちの20個ワンボックス入ってます。はい、こちらをね早速開封しましょう。はい、中を開けるとこんな感じで、ケージイラストはこの3種類ですね。はい、まあ最高レアリティのやつを狙ってというよりはコンプリートを目指してね、なるべく被らないように気持ちを込めて開封していきたいと思います。では早速ね1枚ずつ開封していきます。まあ、上の方をね全部ちょん切った状態ですぐ取り出せるところまで持っていきたいと思います。はい、ではね全部上ちょん切りましたので一つずつ開封していきましょう。まず1枚目、いきます、せーの。お、いきなりキラキラしているが、トランクス、トランクス、これは GR ってなんだっけ、ゴッドレアですね。はい、ゴッドレア、はい、ゴッドレアのトランクス、うん、キラキラしてる。はい、では2枚目、せーの。あ、これは普通ですね、孫悟飯レア、孫悟飯。はい、はい、3枚目、せーの。あ、これも普通、人造人間18号、はい、レア18号。4枚目、せーの。あ、これはこれまた、あれ、これキラキラしている、キラキラしてるし、なんかあれなんだこれは、ER ってなんだ、エボリューションレア、はい、エボリューションレアがゴーテンクスの失敗バージョン、失敗バージョン、パワー引く2500、面白いね。はい、5枚目、せーの。あ、これまたドクターウィロー、ノーマルですね、ドクターウィロー。6枚目、せーの。お、ガンマ1号、ガンマ1号来ましたね。これはゴッドレア、ガンマ1号。はい、7枚目、せーの。まあ、これはフュージョンする時のゴテンとトランクス、レア。はい、8枚目、せーの。あ、これはピッコロさんとご飯、アルティメットご飯とピッコロ潜在能力解放、レア。はい、9枚目、せーの。あ、これはベジータ、ベジータのゴッドレア、
10枚目、せーの、マゼンタ、マゼンタ、レア、パワーが500しかない、はい、折り返し11枚目、せーの、あ、ブロリー、ブロリー、レア、はい、12枚目、せーの、あ、タンちゃん、タンちゃん、パワー1000、レア、はい、13枚目、せーの、あ、これは悟空、ゴッドレアかな、悟空元気玉かな、 GR、ターレス戦の時の悟空、うん、かっこいいな。14枚目、せーの、あ、ブロリー、劇場版のブロリー、ノーマルブロリー。15枚目、せーの、あ、ドクターヘド、ドクターヘド、レア、パワーは500、マゼンタと一緒ですね。16枚目、せーの、お、これはこれは来たんじゃない、さっきのご飯とピッコロさんの金箔バージョン、これは GGR、 GGR はね、ゴールデン、ゴールドゴッドレア、はい、ゴールドゴッドレア、すげえ、ホログラムに白押し、贅沢に作られてますね、はい。17枚目、せーの、これはスーパーサイジン3の悟空、ノーマル、ノーマルか、ジャネンバ戦の時のスーパーサイジン3の悟空。18枚目、せーの、あ、今度ガンマ2号、ガンマ2号、ゴッドレア、はい。19枚目ですけれども、この段階でダブリがない、久しぶりにダブリなしでいけるか。19枚目、せーの、あ、でもダブったかと思った、チライまだだったね、はい。レア、チライ、はい、ラスト1枚、ラスト1枚、20枚目は何でしょう、せーの、ジャネンバ、ジャネンバ、はい、ジャネンバ、ノーマル、はい、はい、ということでね、ワンボックス全部開封しましたけれども、初めてじゃない、ダブリがないよ、ダブりなかった、全20周出たね、こんなことあるんだ、多分初めてだよ、今までシールウェア全段開封してきたけど、かぶりなしボックスだったね、はい、20周揃いました、揃ってないんだけどね、全31周だから、はい、いや、コンプリート、コンプリートしてやな、はい、バン、米ありますよね、そりゃもちろん買いましたよ、はい、ではね、早速開封していきましょう、はい。2ボックス目はね、ダブリが出てくると思うんでね、パッパと開封していきたいと思います。持ってないのが出たら止める感じでいきましょう、いきます、せーの、
せーの、回ってる、せーの、回ってる、せーの、あ、これは持ってないね。はい、悟空スーパーサイヤ人の悟空ゴッドレア、人造人間13号編ですね。はい、悟空、せーの、待ってる、せーの、あ、持ってないね。ビールサンドウィス、レア、はい、せーの、あ、持ってない、これも持ってない。これなんか対になるシールですね、ノーマル悟空ブロリー戦ですね。せーの、持ってる、せーの、あ、持ってないね。このピッコロさんは持ってない。潜在能力解放、レア、はい、せーの、まあ、持ってる、はい、せーの、持ってる、はい、せーの、持ってる、せーの、お、持ってない。来ましたね、オレンジピッコロ、オレンジピッコロのゴールデンゴッドレア、ネーミングがすごいよね。そのまんまだもんな。オレンジピッコロ GGR、 はい、はい、せーの、持ってる、せーの、持ってる、せーの、持ってる、せーの、せーの、待ってる、せーの、おー、また来た、ついに来たぜ。これは欲しかった、孫悟飯ビースト。これまたネーミングがすげえよな。ビーストですよ、悟飯ビースト。エボリューションレア01番だ。まだね、劇場版見てない人にはもうめっちゃネタバレしてるけどね、ゴハンビーストすげえ。はい、2ボックス目もラスト1個になってしまいました。いきます、ラスト1枚、せーの、持ってる。はい、一応ね、数え終わりました。見たところね、6枚足んないです31種なんですけど25種しかないですね、はい、あと6枚、あと6枚ですね、足んないのは、まあ、やっぱりね、2箱じゃコンプできないか。はい、なんでボン、はい、3箱目、あるよね。まあね、やっぱね、そんなね、2箱で揃うなんて思ってないんですよね。なので3箱目もあります。はい、ではね、コンプできるか、まあ、このあとね、いきなり開封、全部開封し終わった後になるかもしれません。はい、全部ダブリとかね、はい、まあ、とりあえずね、こちら開けてみてね、まあ、こうね、一個ずつ出してコンプリートした時点でやめたいと思いますが、毎回そうはいかないんで、3箱でね、コンプリートできればいいんじゃないでしょうか。ということで、こっからはね、とりあえずね、持ってないのが出た時点で一旦ちょっとね、ストップします。はい、では
果たして持ってないので止まるか、それとも全部開封し終わった後になるか、どうぞ。はい、皆さん全部開封しちゃいました。はい、いやー、3箱開けてもコンプリートできなかったね。やっぱりこれそうそう揃わないね。いやー、参った参った。一応ね、まあ出たのはまあかぶりね、かぶりがこんだけ、まあ、ゴールデンゴッドレアも出たんだけどね、持ってるやつだからね、はい、で持ってないのもちゃんと出たは出ました。はい、それがねこちら、はい、この2枚プラス、はい、ご飯ビーストのゴールデンゴッドレア、こちらも出ましたね。いや、これは良かった。ゴールデンゴッドレアのご飯ビースト、はい、こちらが出ただけ良かった。でね、残りがあと2種類、はい、2種類ですね。その2種類はね、何かっていうとね、この28番のトランクスと、あとこの32番の悟空亀仙人クリリン、この2枚だけですね。でコンプリートなんですよ、うん、普通にノーマルとゴッドレアなんですよね。それが出ればコンプリートだったんですけれども、出なかった。まあね、それは多分安いでしょう、うん、フリマかオークションで買って揃えます。はい、いや、やっぱり自力でコンプ難しいな、このシリーズ。はい、ということでね、皆さんもね、コンビニに置いてあるんでね、もしよかったらね、まあ、1枚でも2枚でも買ってね、それでね、ゴールデンゴッドレアとかね、エボリューションレアとか出たら結構嬉しいと思いますよ。はい、オレンジピッコロも出てない。そういえばオレンジピッコロ02番、はい、の3種か、はい、3種が出てないということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録していない方はこの機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。